動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。天井天魚を遊び尽くすゾイドワイルドを、インフィニティブラストをやっていきましょう。なんかちょっと、なんかちょっと怪しくなってきた。待ってたわ。一瞬タイトル合ってたっけって思ってね。ゾイドワイルドインフィニティブラストですね。違う、これじゃない。あれ？あ、違う。そっかそっか、メインクエストの方。今回のミッションはこれよ。前回が、このステゴゲーゼを相手にして終了しまして、今回はね、15からやってみましょう。よってどうかな。まあ、いけたら、いや、20はいけた。4つぐらいですか。このクエストにするなら始めるわよ。あんまり時間、サブクエストをクリアしていくだけだから、あんまり時間取るのもあれかなとは思うんですけどね、はい。今目撃情報が入ったスコーピア、高濃度の硫酸を打ち出すって本当か。困ったわ。本当よ。尻尾の毒だけでも脅威なのに、硫酸に当たればゾイドの装甲も溶かされてしまうわ。あのまま暴れられたら大変なことになるぜ。装備だけでも回収しておかねえとな。というわけで装備回収ですね。いやーこれはちょっと申し訳ないね。ちょっとスコーピア君には申し訳ないね。ごめんねゼログライディスでやっちゃって。ラインドアンファイト。一歩だけでこれや。あー、かわいそう、かわいそう。僕はね弱い者いじめっていうのはね、やっちゃいけないと思うんだよね。弱い者いじめなんてね、本当にね、人のやることじゃないと思うんすよね。ゾイドだから仕方ないよね。敵として相手にするんだったらめっちゃ楽なんですけど、味方で使うのはね、やっぱ厳しいんですよね。小さいからゾイドって。だからいかに武装を強化するかによりますよね。あ、いた。何やっぱり立ち回りかな。やっぱりこのゲームって立ち回りが一番大事になってくるんで、今これ今でこそこのゼログライディスで、まあ結構ボッコボコにできるんですけども、ライガーシとか、それこそスコーピアとかね、ああいうのだと改造しても、そうだな、連敗することが多いので、一応これ俺単純な操作なんですけども、一応まあコンボ練習、しっかりとしたコンボも入って、練習モードでそのコンボが、練習できたりするんで、まあやる人によれば、そのスコーピアとか小さいクラスの、このクエストに行くのね、始めるわよ。小さいクラスのゾイドでも、ゼログライジスを圧倒できる、まあ技量は圧倒できるのではないです。圧倒できると思いますね。よ、強力な装備のガブリゲーターが出たって聞いたぜ。高い威力のビーム砲を装備しているみたい。相手との距離が離れすぎないようにしないと。近づきすぎても自慢の顎で噛みつかれちまうし厄介だぜ。相手の動きをよく見て動く必要がありそうだな。
ニアキャノン。まあでも使わせないんですけどね。あ、ガブガブしてる。あ、ガブガブしてる。ガブガブされちゃう。あ、ダメだ。詰めるだけか。ちょっともう一発いけるかなとは思ったんですけどね。あ、やべえ、外した。いったー、よかった。あれ、俺サブクエのあれ見てなかった。サブ、うん、サブクリア条件見てなかった。ラウンド2ファイト。ラウンド分、あーっと、あーっと、ここは顎が強い。おっ、そんな技を持ってCPU だからってか、あの攻撃が単調っていうわけじゃないんですね、これ。イエーイイエーイ。当たるか。いいですね。さあクリア。ワイルドアクションで KO する。あ、アクション。これじゃダメなんだ。ワイルドブラストじゃダメなんだ。あ、じゃあゼロブラストじゃダメなんだ。ラインドアンファイト。ここら辺がちょっと痛い。痛いよ君。おりゃー、さらにドーン。ワイルドアクションだから、これやってこれやって、これでいい。ラインド2ファイト。いいね、この巨体が。痛い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 。押されてる押されてる。あ、押されてる。やるね。おお、見たい。攻撃するときにこうやって避ける。怒らせましたね。あー、来た来た。時間差で当たったで。これでクリアだと思いますね。よし、勝ちました。次なんです。
どのクエストに行くのかしら。動く放題、このクエストに行く。さあ行くわよ。 50% 以上でクリア。あー余裕ですね。もうどう改造されたトリケラドゴスが発見されたわ。他の部隊も向かったみたいだけど、距離を取っていたらレーザーを放ってきたらしいわ。この遠距離でも、強力な攻撃、攻撃手段を持ったゾイドよ。ゾイドが貫かれないように注意して。貫かれるかな、貫かれちゃうかな、ゼログライデス貫かれちゃうかな。さあやっつきましょう。ラインドワンファイト。ファイト。あ、しまった。タイミングが悪い。あ、ダメだ。空中が。空中殺法です。ゼロブラスト。さあさあここで一気に畳みかけて終わった。ブラストしたかったんだけどね、ブラストさせてくれなかったよ。悲しい。至近距離でこう撃つ。あっとドゴスが、ドゴスが突撃だ。だがまだ 50% は切っていないので大丈夫。さあここは見せ場を作ろうぜ。いやー何回見ても飽きないね。はい勝ちました。やったぜ。マクサービーム砲強襲戦闘型機体名、こういう機体名を手に入れないとまあ名前が付けられないっていうね。今回のミッションはこれよ。もうちょっとそこら辺は融通聞いてほしかったな。このクエストにするのね。なんか君たちあれじゃないの、ボーンソード好きじゃない。なんか戦ってるやつ全員ボーンソード持ってるような気がするんだけどさ。ボーンブレードか、ボーンブレード持ってる気がするんだけどさ。おかしいわね。渓谷地帯にガノンタツを発見したんだけど、厄介な改造がされてるわ。困ったわ。地雷を設置して踏み込んだ相手をトラップにかけるみたい。この誤ってヒテアゾイドが踏んでしまったら危険よ。そのガノンタスの元へ向かい撃退してちょうだい。あ、地雷設置型ガノンタスって確かに厄介だ。でほらボーンブレードな、こいつもボーンブレード持ってんだよ。どんだけボーンブレード人気なんだよ。人気武器。ラインドワンファイト。早い、ガノンタス早いんだよ見た目の。悪い。あ、違う、上げたんだからもうちょっと来たかもしれない。ない。さすがピヨッタ。ガノンタスね、見た目
あの亀がベースだから遅いかと思いきや結構動きが速いんだよ。小回りとか結構強い。あ、今地雷設置したね。あ、ダメだ、痛い。多分クリア条件見てないから、もう自由にやってるね。勝ちました。あ、時間切れにならずにクリア、十分ですね。今日はどのクエストに行くのかしら。キリがいいので20まで行きましょうか。このクエストにするの。さあ行くわよ。おお、あのディミパルサー気をつけてね、電子地雷を設置できる、改造されてるよ。地雷よりあのカノンの方がすごいんだけど。困ったわ。高周波パルスだけでも厄介なのに電子地雷まで持ってるなんて。この相手のペースに乗せられないように、地雷も落ち着いてかわすのよ。いや、それよりもあれでしょ、ロングカノンでしょ、バスターキャノンでしょ。ああいうね、小さい機体にバスターキャノンとかね、大型武器乗せてるのってやっぱなかなかね、見応えはあります。ギョッとはします。こいつこんなんつけるんだ。ただ残念、私の敵ではありません。いけるかな。やりましたね。この上げた後に出た後にもう一発いきたいなとは思っているんですけども、もうこんな施設の中でも容赦なく撃つ。ラインド2ファイト。こう行って、こう行くじゃん。こう行くじゃん。こう行った後に、打ち上げた時に、ドーン！いいね。あ、いた。あ、混乱してる。でも、すぐ回復。すぐに回復しちゃうよ。やったぜ。あ、普通に勝ってた。やったぜー、はい、勝利。お、何かなこれは。攻撃力強化型、攻撃力強化小型チップ。チップ系はもう最強のやつを手に入れてるんだったっけな。だからもういらないかな。今日はこのクエストを受けるの。トリケラドゴスのお箱。お箱こんばんちやっつって。このトリケラドゴスが発見されたわ。
改造されて、近距離戦が強化されているわ。おかしいわね。ただでさえ突進力のある相手よ。正面からの勝負は避けた方がいいわとのことですね。まあ確かにトリケラトプスがベースですからねハイパワーブースター、ブースター持ってんのか。やっぱ怖いね。あれはもうさすがにノーマルの、ノーマルっていうかライガー州とかでは相手にしたくないなマインドアンファイト。ほらすごいね。どういうことか。どんどんどんで打ち上げてアタック、アタック、いけたか。ガードされてるか。ガードされてる。残念残念無念。打ち上げてドーン。マインド2ファイト。あ、踏み込みに待った。打ち上げてドーン。あ、外した外した。しない。もうちょっと、もうちょっと普通の連打を使おうぜ。違う。やられた。なに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 。どうしたどうした。あ、いけるか。どうだ。よーし、いけた。ただただこれで仕留められるかっていうと、あ、仕留めたね。やったぜ。やりましたわ。キャノンブルでクリアでもなんかコンプリートしたからいいや。キャノンブルでクリアはやだよ申し訳ない、キャノンブルはやだよあ、一応シールドライガーとかブレードライガーか、ブレードライガー、今回のミッションはこれよ、は出ますえーっと今20クリアしたから、まあ今日はここまでですね。次回からですね、胸厚ミサイル胸厚ミサイルからやっていきたいと思います。まあ、特に語ることはないかな。というわけで今回はこの辺で終了いたしたいと思います。それではまた次回、バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。胸熱ミサイル。